はい、こんにちは、こんばんは、ネコピン仮面です。今日はですね、ここ一番屋のキーマカレーを食べてみたいと思います。はい、それとね、もう一つちょっと今開けちゃったんだけども、抹茶チーズクリームドラっていうセブンイレブンから出てます。どら焼きですね、抹茶の。はい、それの紹介を2つしていきたいと思います。あともう一点、ニラの卵とじもちょっと紹介しておきます。それではどうぞ。はい、ここ一番屋キーマカレー。はい、よいしょ。鍋で5分か7分ですね。はい、今日は電子レンジではやりませんので、はい、それでは少しお待ちくだされ。はい、次はですね、ニラですね。はい、高知県よさこい高知県のニラですね。これを使ってですね、ニラの卵とじを作っていきたいと思います。砂糖ちょっと入れます。ちょっと入れます。で、本だしも入れますね。本だし。はい。じゃあ入れていきます。ニラ2玉に大体卵2個、1束に卵1個という感じですね。あまりかき回さない方がいいです。はい、卵を落としておきます。はい、これでちょっと軽く気持ちできましたね。はい、
持ってきます。じゃあココイチのカレーを入れたいと思います。ではキーマカレーですね。はい、熱っ。はい、それではですね、ちょっと食べていきたいと思います。うん、うん、おいしい、うん、で、はい、ニラの卵とじです。食べていきます。うん、おいしい。この組み合わせはどうして組み合わせこんななったか私も分かりません。うん、おいしい。うん、はい、今日はですね、ここ一番屋のキーマカレーとニラの卵とじでした。今日はですね、セブンイレブンですね。今日はセブンイレブンのマッチーズクリームドラ、これです。はい、税込みで199円ですね、書いてます。それではちょっと食べていきたいと思います。見せるためにやってるんですね。はい、こんな感じです。あんこと抹茶クリームですね、2種類入ってます。見えますよね。それでは食べていきたいと思います。うん、うん、すごいクリームがこれこんなに入ってる。うん、おいしい。もう一回。うん、どら焼きもなんか茶色いんですね。抹茶が混ざってるんですね。うん、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 おいしい。抹茶好きなら、うん、いいんじゃないですかね。うん、おいしいですよ。抹茶風味の濃厚なチーズクリーム、チーズクリームなんだよこれ。北海道産の、まあ難しいことはお茶の香りがして、うん、美味しいっていうことです。間違いないです。はい、いや、はい、今日はですね、ここ一番屋キーマカレーの紹介とですね、抹茶チーズクリームドラセブンイレブンからの紹介でした。それではまたね、バイバーイ。おいしかったよ。We'll be right back.